今回は私のワンオペ育児24時間の動画を撮っていきたいと思います。ございます。今朝の8時半なんですが、今日は10時からビービーちゃんの予防接種3回目を打ちに行かなきゃいけないので、パパッと着替えて掃除機かけて、朝ごはん食べれたら食べたい、食べて向かいたいと思います。これやばいよね。保険証、医療証、母子手帳、
おむつ、ミルクいるかな、おむつ、ガーゼ。本当はね、ミルクをあげてから行きたいんですけど、寝ちゃったので、どうしよう。今日ね、予防接種の後にちょっと図書館に寄りたくて、本がもらえるね、サービスがあるらしくて、その後買い物もちょっとだけ行きたいんで、ちょうど予防接種の時間なんですね、ミルクが。どうしよう、直前にまあ起こしてあげていきます。あ、待って、私の納豆、納豆ご飯。やばい、ちょっと遅刻しそうです。やっぱりね、ベイビーがいると2倍時間かかるね。やんなきでございました頑張ったね。ということで、この後は図書館に行きたいと思います。東京都の取り組みなんですかね。図書館に行くと2冊絵本がもらえるということで、子供が1歳になるまで、でその図書館で毎月1回そういうイベントがやってるってことなので、こういうのはさ、早めに行っとかないとすぐ1歳になっちゃうし、すぐその月一のねタイミングってもう逃しちゃうから、今日がたまたまねその日なので、ひひひ、図書館に行きたいと思います。でその後夕飯の買い出しをするので、スーパーに行って、今日ね、あとお昼マックを食べたいと思って、月見バーガー、秋だから出てるじゃないですか、もうめちゃくちゃ食べたいので、ちょっとそれを買って帰りたいと思います。別動画もちょっと撮ろうと思っていて、アメリカの出産費用の請求書が来たので、その出産費用とか妊婦健診の内容とか妊婦健診の費用の話、まあ、それらについてのちょっと動画をこれから撮ろうと思います。その動画は多分この動画の前か後に出ているはずです。見てください。はい、撮影が終わりました。おー、ちょっと疲れました。朝やっぱ6時台に起きるとね、ちょっとね、この時間、あ、今3時ですね、なんだかんだやってて3時なんですけど、3時ぐらいになると疲れがね出てきますね。元気だね君は。この後は残りの家事をしたり、夕飯の準備したり、あ、洗濯物ができた、
洗濯たたんだり、あとはちょっとベイビーがすごく元気だよね、元気なのでと一緒に戯れたりしたいと思います。眠いです。はい、よし洗濯たたむぞ。よいしょ。ちょっと待って。はいはい。笑っとるね。よいしょ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 。茹でとくとかそういう下準備だけしたいと思います。もうちょっとの準備がね、もちもちの自分を救うという、うん、その前に哺乳瓶洗わないと。哺乳瓶が常に溜まっている。最近のレシピ本をね買ったんですけど、この有名な和食レストランのシェフの方が書いた本なんですが、70日分のね献立が載っていて、もうめちゃくちゃ助かるのと、本当にね美味しい和食が簡単にできるんですよ。すっごいおすすめです。
夕飯の下準備は終わりました。ベビーはねちょうどね起きてめちゃくちゃ元気です。最近ベイビーちゃん昼間はまとまって寝ないですね。長くても1時間ぐらい、夜は5、6時間ぐらい結構がっつり寝るんですけど、昼はね結構起きてます。今、6時なんですけど、この後ちょっとしたらお風呂に入れて、7時からまあ8時までの間には一旦寝かして、で12時ちょっと前にミルクをガッと飲まして寝かせるという最近の流れです。そしたら朝の5時半からまあ6時半、今日は6時半ぐらいでしたねに起きるっていうね感じになってます。じゃあさっきミルク飲もうか。はい、では夕飯を作っていきたいと思います。もうあとはこの鶏をね焼いてタレにつけるだけです。ベビちゃんご機嫌のうちに食べたいと思います。美味しそう。気持ちいいですか？どうですか？湯加減どうですか？ついに私のフリータイム、イエーイ。この時間は YouTube 編集したり、ゴロゴロしたり、 Netflix 見たり。 Netflix といえばね、この極悪女を最近見たんですけど、めっちゃ面白かったです。
はい、ベビーちゃん寝ました。現在11時50分なので、私も寝たいと思います。